はい、こんにちは。すしチャンネルです。今日はですね、何の話題かと言いますと、新居をね、新築戸建て買いまして、明日、引き渡しになりますので、その引き渡しから引っ越しまでにいろんなものをね、設置していかないといけないんですけども、いろんなもの買いましたので、何を買ったか、一個ずつね、ご紹介したいと思います。まず、一つ目、こちら。ソープディスペンサーでございます。これね、3000円台で買えてめっちゃ良かったんで、今日はこれをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ということで、弓マイルのソープディスペンサー2種類買いました。まあ、全部ね、どっちも手洗い、お風呂場、のシャンプー、ボディーソープ、そして食器用洗剤として使うことができるんですけども、私はね、こちらがオートディスペンサーの W2DIS の X2 っていう機種と、もう1個はね、400ml 入る、こっち 300ml なんですけど、こっち 400ml 入る、W2OVLD の2種類ありまして、両方良かった。んですけども、私はこっちの丸い方 300ml をハンドソープに使って、こっちを食器用洗剤に使いたいと思います。なぜかっていうお話をしていきたいと思います。まずね、こっちの 300ml の分、こちらね、見ていきたいと思います。弓マイルソープディスペンサーハンドソープ自動泡詰め替え 300ml 壁掛けができるということで、何がいいかといったらね、この、わかりますかね？手をかざす場所で泡の量の調節ができます。上の方が泡少ない、下の方が泡が多い。その調節がね、このかざす場所でできます。これがすごい。以前もね、このソープディスペンサーって使ったことあったんですけど、前ね、なんで使うのやめたかというと、泡がね、ここに詰まって、エンドレスで出てきたことあったんですよ。止まらなかった。このセンサーにずっと反応して、泡が止まらなかったことがあったんで、それでもうこのソープディスペンサーを使うのをやめたんですけども、これはね、なんとびっくり。センサー部分にハンドソープや汚れが5秒以上残ったり、反射光が光ったりすると、ランプが青、緑、交互に点滅し続け、3分後に電源が自動で切れます。なので、ここにね、泡が残ってたとしても、自動的に電源が切れてくれて、エンドレスで泡が出ることがない。なので、これをね、選びました。さあ、機能を見ていきましょう。非接触式のソープディスペンサーということで、こうやってね、押すことがない、非接触、触らなくていいので、二次感染、二次汚染防止ですね、感染リスクですね、感染リスクを軽減しますと。そして、先ほど言いました、手とノズルの距離でソープの量を調整できます。大人と子供でね、ソープの量を変えれます。少量が 0.6g。多量で 1g。場所でね、変えれます。これすごいですね。で、高感度センサーということで、敏感に赤外線センサーを搭載し、0.25 秒で泡が出てきます。0.25 秒早っ。黒いスポンジなど、深色のものを使うとセンサーが反応しなくなる恐れがあります。そして、USB の Type-C で充電できる。これがいいですよね。Type-C で 800mAh のバッテリーを積んでます。電池残量のお知らせもしてくれて、なんと4000回も使えます。だから3ヶ月ぐらい使えるということですね。4000回ですよ。そして壁掛けができます。壁掛けができるこういうキットがついてるので、これをね、片方はこっち側つけて、片方は壁に粘着シートで取り付けると。で、カチャってはめることができますということです。で、泡ハンドソープはそのまま入れることができます。泡ハンドソープそのまま入れると。300ml。液体タイプのハンドソープは、そのまま入れて、水を2から8程度の割合でしっかり薄めてください。なので、2から8倍ですね。だから液体ソープの半分入れて半分水ぐらいの2倍から8倍結構薄めていいということですね。そのまま直接使っちゃうと、液体のものを直接使っちゃうと、なんと、詰まります。詰まっても安心。このね、吸い取るのがついてるんで、これで詰まっちゃっても取れます。はい。そして、洗面所、手洗いですね。で、キッチンで食器洗い用としても使えますし、バスルームでボディーソープを使うこともできるし、シャンプーを使うこともできます。これが 300ml の方。そしてもう一個ね、買ったこっち。両方3000円台で買えます。こっち3200円、3280円、こっち3484円、こっち 300ml、こっちが 400ml、四角ですね。これ、マグネットが初めからついてます。なので、バチンとね、マグネットの壁に取り付けが可能だということなので、キッチンとかね、パチッとつけれます。で、壁掛けのこういうのも、こっちにもついてるようです。私にはなんかついてなかったんで、ちょっとなくしたかもわかんないんですけども、マグネットを取り付けます。で、こっちが 400ml で、ごめんなさい、こっち IPX の5の防水、こっち IPX の7の防水。両方防水ですけども、こっちの方が防水が強いということです。で、色も選べます。色が何があるんでしょうか。ホワイト、黒、透明があります。私はホワイトを選びました。ソープディスペンサーで液体タイプが使えるということですね。泡タイプは使えないんかな？こっちは液体タイプ、ソープディスペンサーの液体タイプ、そのまま入れれるようです。IPX7 の防水とマグネット壁掛け。そして、泡の量は、こちら、上ね、上にこの、うっすら白いライトがついてるんですけども、これがね、3つついたら 4.5g シャワー用、1つやったら 1.5g 手洗い用、2つやったら 3g の食器用、そういった感じで使い分けができます。長押しで電源を切ることができるということです。ハンドソープ、食器用洗剤、シャンプー、ボディーソープ、コンディショナー、洗口液、洗濯洗剤、もか。そしてこっちは、こちらもね、USB Type-C で充電できまして、1200mAh のバッテリー。こっちは800やったんですけども、1200mAh のバッテリーを積んでますので、8000回。約3ヶ月使用可能。8000回も使うんですかっていう話です。なので、気向いた時にちょこっとね、充電しとけばもうバッテリー切れる心配ないですよね。8000回も使うんかっていう話なんで、すごいです。はい、ということで、今回ね、この 400ml 入ってる方と 300ml 入るユミマイルのね、ソープディスペンサーご紹介しました。気になる点は、こっちの 400ml の方が、ちょっとね、ボタンがちょっと押しにくい。なんか押した感じがしない。そこぐらいですね。あとこっちもボタンがちょっとね、押しづらい。なんか押した感じがしない。そこぐらいですね。あとは全く問題ない。なので、こっちの 300ml は泡タイプも入れれますし、液体タイプのハンドソープ、洗剤も入れれます。こっちは液体タイプになりますので、まあ、どれもお風呂、手洗い、シャンプー、ボディーソープ、食器用洗剤、どっちも使えれるんですけども、こっちは泡タイプも使えます。そのまま使えます。こっちは液体タイプ使えるということなので、うちではこの 400ml を食器用洗剤用に使って、マグネットついてますので、パチッとつけたいと思います。そしてこちら、300ml の方をハンドソープ用に使いたいと思います。これがソープディスペンサーね。泡タイプ入れてます。遠かったらこんだけ出ます。近かったら、こんだけ。早いですよね、反応が。しか反応が早いし、泡切れがいいし、連続で出ちゃうことがないので、めちゃくちゃいいです。素早く出てくれる。反応がいい。液体しかね、入れれないので、うちでは、食器用洗剤用に使ってます。いきますよ。黒が反応しにくい。はい。こんだけ出ます。黒の面にはちょっと反応しづらいので、白いところでね、やっております。これめちゃくちゃいい。これ別に食器用洗剤だけじゃなくて、液体用のね、洗剤やったら何でも使えますので、シャンプーとか、ハンドソープとか、液体のもんでも使えます。はい、という感じで使っていきたいと思いますので、これね、概要欄にリンクを貼っときますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、このチャンネルでは今後もね、新築戸建てへ引っ越した時に買ったものをご紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。すーすチャンネルでした。